マーラは、哺乳高月種,種目天竺ネズミカマーラ属に分類される月種類。マーラ属の模式種。アルゼンチン模式標本の産地は、サンタクルス州。種小名パテゴヌムは、生息地であるパタゴニアに由来する。体長70から75センチメートル。お長4から5センチメートル。体重8から9キログラム。尾は短く、体毛で覆われない。体色は、 薄褐色や黒褐色。覆面は白く、顎や脇腹は大色を帯びる。電部下部は白い。磁界は長い。獅子は細い。以下の分類、分布は、カンポスへ通る、に従う。低地の森林や、矢淵に生息するが、明けた草原や矢部のあるステップにも生息する。ラレア族などの矢部で覆われた環境を好むが、モンテ砂漠では、 過放牧された環境や土壌が露出した環境にも生息する。行動圏は平均97.87ヘクタールで季節によって33.25から197.5ヘクタールまで変化する。飼育下ではペアで生活しペアは一生解消されず野生下でも同様と考えられている。オスはメスに従うように約三十メートル以上離れて行動し、メスが 再食や授乳を行うときは、オスが、捕食者や、他のオスに対する見張りを担当する。オス同士では互いに追いかけたりはするが、激しく争うことはない。繁殖期や食物が豊富な環境では、これらが集合することがある。走行速度は、時速約4 5トルに達する。クロールゼ属、リシウム属、パパフォレム属、プロソーパス属、 トリクロレス属、アトリプレックス、ランパなどの植物質を食べる。モンテ砂漠では、植生の70%を単子用植物、30%を創子用植物が占める。繁殖様式は体性。アルゼンチン南部では8月から翌1月に繁殖する。野生下での妊娠期間は約100日。飼育下での妊娠期間は91から111日。 メスは出産用の巣穴を掘り、一つの巣穴を1から15以上のペアが共同で使用する。穴の近くには少なくとも一つのペアが滞在し、見張りを行う。野生下では主に1回に1頭、飼育下では1回に3から4頭の幼獣を生む。パタゴニアでは、幼獣は主に9から10月に生まれる。幼獣は生後4ヶ月ほどまで穴の中で過ごす。 母親は1日1から2回この穴を訪れ穴の外で自分の産んだ幼獣にのみ授乳しようとし他の幼獣が父を吸おうとすると噛みついたり振り回して拒絶する。一方で母親の目を盗んで他の幼獣が父を吸ってしまうこともある。毛皮が敷物などに利用されることもある。農地開発による生息地の破壊、毛皮用の狩猟。 人為的に移入された羊や、ノウサギ類との競合などにより、生息数は減少している。ありがとうございます。